となります。初代チャンピオンはラルフなのか服部なのか、それとも星野なのか、3人に中野が高木が若き力がどう絡んでくるのか、全く予断を許さぬ大一番、新生フォーミュラ日本富士ファイナル、富士の裾野に響けエキゾーストノート、レッドシグナルから今ぐり帰りました。スタート、さあスタートはどうか、星野が行きました、そして服部がいいスタートを見せている、中野が内から行った、星野が行く、星野、そして中野が2番手、服部3番手がちょっと遅れているのは高木との付けが大逆転かかっている、高木あークラッシュ、ペドロ・デラロサ1コーナー手を上げた、クラベルに沈めた、そしてフナイツバーグリー、ああ次々と次々と大クラッシュ、うわーバラバラになっている、あーこれはレクサジャパンチームルマン粉々になっています、うわーこれは大ハプニング、そして黒沢明が待っている、高田出ました、赤旗中断、大ハプニング、雨も降ろうかという気象状況の中、1コーナー飛び込んだ後にこの悲惨な劇的ことが待っておりました。うわーこれはすごい、これは服部でしょうかラルフでしょうか、服部ですね、服部です、いやーこれは1コーナーから2コーナーにかけて大きくタイヤスモークが上がりましたが、その直後でした。いやーこちらは X ジャパンチームルマン、服部のマシンこのようになっている、いやーこれはとんでもない富士ファイナルになりました。先ほどの注目のスタートなんですが、星野がいいスタート、そして中野がインをついて前を行く服部をかわしていきました。ここまでは順調だったんです。さあそして1コーナーこのようにタイヤスモークが上がる、横に広がってまずペドロ・デラロサがスピン、そしてその後ろ、その前に行った服部直樹、黒いマシンも止まっている、次々にマシンが粉々に砕け散りました。うーんこれは熊倉さん、一体これは何が起こったんでしょう。タイヤがね温まりきってない状態で2コーナーでですね、誰か1台ちょっとまだここから分かりませんけどね、コントロール失ったところに次々に、当たったという形ですね。そうですね、ですからこの第1コーナーへのアプローチでのクラッシュと、はい、それから第2コーナーでのクラッシュとは全く別物ですね。二重に起きてしまったこの大クラッシュ、1コーナー目の前でスピンが起こったんですか。いやそれはそのまま外に行ったからね、星野さんは。でその後内側でちょこちょこっと接触とか、まあ路面があんなんだったからね、まあ、なんかあると思ったら自分がど真ん中にいた。1コーナーは特に滑りやすかったっていう、雨が多かったみたいな感じですか。いやいや全部、もう見た目より全然ね滑って、フォーメーションから元山も飛び出しかけちゃったりね、いろいろあって、まあそれ考えてね行ったつもりなんだけどね、まあちょっと混戦の時にやっちゃったって感じですね。服部直樹がよもやの姿を消すという悲惨な、まず第一幕。それからですね、はい、スタートフロントローを締めてたんですけれども、やはり失敗して後ろの方に一旦後退してしまった元山も巻き込まれてますね。そうですか、はい、元山もリタイアですね、このまま。満を持してという元山だったんですが、本山選手です。どういう状況でした。1コーナーの時服部選手と誰かが当たったみたいで、まあ、その影響をもらって多少ダメージ。いやもう僕のはもう壁に激突してアームも足も取れて、タイヤも取れて終わりですね。ねまあこれもレースだからしょうがないですね。来年頑張ります。どうも。Lau, maybe you sorted everything. I'm not sure yet. I mean, I think there will be a restart. I don't understand why, because Fuji in the rain is very dangerous. We saw now, normally the start shouldn't happen because it was too slippery. And we will see now a better chance for me because Hattori is a problem. Shame for Hattori. I think he has to restart out of the pits now. Anyway, we'll see. Thanks.優勝候補の一角、この服部が自らのマシン必死の修正を図っている前で心配そうな表情を見せています。さあ果たして再スタートに間に合うんでしょうか。二郎さんどうなんでしょう。
現在ですね、壊れた部品をですね、パーツを交換して今組み付けをしているわけなんですけどね、はい、パーツここはですね、特にそのルマンチームはですね、レイなどの輸入代理店もしますからパーツ豊富だと思うんで、あと組み付けだけであれば、10分かかるかかからないかで、終わると思うんですが、その後のですね、アライメント調整等はですね、ちょっと無理そうですよね。あー、なるほど。かなり、覚悟でいかなくてはいけないという状況。